あのファッションモード店っていうのが多いです。うん、ファッションモード店はもっとあっていいと思いますけどね。あれさ、あのブラブレで行かなかったっけ、あそこ新美でやったやつ、新美でやったファッションの、 あ、 あれすごい良かったんだよ。あのなんかいわゆるバリバリのハイファッションばっかりじゃなくて、かなりこうリアルな、ファッション、一般市民の方のファッションとかって一般市民って流行った、実際に流行った、もうそのオートクチュールとかの世界ばっかりはなくて、はい、実際に街で流行ったファッションを、ってあれもねすごい大変なんだよ。俺自分もなんか同じようなことあのやんの協力したりしたことはね、やっぱり ないんだよね。取っとかないからそういうもんって、すんごく探すの大変なんだよ。あんだけ流行ったのに世の中にないみたいなものって結構あるんだよね、いっぱい。車と同じですか、車も大衆車のがもうなくなってる、ないっていうのはあるでしょ。あんだけあんだけどこにでもあったのにないみたいなのがあるんですよ。俺今もうボールとクローズドのジーンズ探してるんだけど、本当にないんだよ。あんだけあったのにどこ行ったんだろうと思って。大事ですね、はい、そう、それね説明してもみんな分かんないからね、実物ちょっと1個買っとこうと思ってーボールとかクローズドのジーンズ探してんだけどね、ほんとないんだよ。ブランドですか。ブランド一世を風靡したんだよ。ちょっとこう細身のやつでペダルプッシャーって言われるこの非常に丈の短いあれで、こここういうちょっとパネル、そのうち今度パネルカットっていう、ここをこうなんつうの、何枚かの布をこう組み合わせたあれが出てきたりして、ストーンウォッシュブームにつながっていくんだけど、ないんだよ。持ってるか、メルカリにあるかな。いや、これメルカリも探したんだよ。メルカリマリテ・フランソワ・ジルボーのやつはあったんだけど、ボールとクローズドが欲しいんだよ。なんか皆さんいろいろ探してるんですね。なんかジャケットを探してるかと思います。意外にね、ないもんってあるんだよ。あんなにあったのにみたいな。ペダルプッシャー懐かしい。いや、言ってくださいね。ね、ペダルプッシャーで上が MA1 なんですよ。MA1 の前で。でね、これがまたね、足元がね、当時ね、日本にあったジッパーっていう靴屋の靴なんだけど、これもまたないんだよ。